はーい。今回はですね、今日は8月24日というわけで、今回は私のお母さんの誕生日ということで、サプライズでお母さんにおしゃれなランチに連れて行こうと思います。イエイって言ってもお母さんの運転なんですけどね。今日は学科試験受けてきたんですけど、最後のね、もうそれが受かったら免許証もらえるんですよ。だけどまた落ちました。2回目落ちました。めっちゃショック。お母さんの誕生日だからランチに行こうっていう話でございます。お母さんなんか最近何食べたいって聞いたら、ちょっと中華料理って言ったので、今回は中華料理屋さんに行こうと思います。イエイ！まだパジャマということで、今から着替えていこうと思います。それでは、せーの。じゃじゃーん！どうですか？いつも T シャツとか着てめちゃくちゃゆるゆるな感じなんですけれども、今日はちょっとウエストがしっかり出るようなズボンを履いて、ちょっとかっこよく大人っぽくおしゃれに決めてみました。どうでしょうか？今回はですね、普段あんまりアクセサリーをつけないんですけど、ランチということでちょっとおしゃれに決めたいなということで、アクセサリーをつけていこうと思います。せーの、じゃじゃーん、こんな感じでございます。すいません、本当に素晴らしいアクセサリーをご紹介しているというのに、こんなネイルがね、本当最低です。すいません、本当に。今回はですね、ダニエル・ウェリントンのペティートカラーダイヤルっていう腕時計とアクセサリーをつけてみました。イエーイ！ YouTube で他のクリエイターさんが紹介してるのを見て、私もいつかつけてみたいなと思ってた憧れのブランドでございます。めちゃくちゃ可愛くないですか、これ。なんか大人っぽい。この腕時計は新作のコレクションで、まだまだ暑い日は続くけど、秋を先取りした感じで、おしゃれのモチベがねめちゃくちゃ上がります。シルバー、ローズゴールド、ゴールド、ブラウン、グリーンの5色展開なんですけれども、私は今回ローズゴールドを選びました。腕時計に合わせて選んだイランコレクションのアクセサリーもすごくシンプルで大人っぽくて、いい女っていう気分になりますね。いい女よ、大人になった気分。そう、なんかめっちゃ私今すごい大人な気分です。いいね、なんかこうやって時計見てさ、時間だみたいな、めっちゃ良くない？そろそろランチの時間ということで、ランチに行ってこようと思います。お母さんの運転で向かっております。今日どこに行くか言ってしまったし、言った時はすごく喜んでたんですけど、サプライズなのできっと喜んでます、心の中では。ですよね、エビチリって言ってます。お母さんはよく食べる人なので、楽しんで食べてくれるといいなって思います。にま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 、お母さん誕生日か。特に話すエピソードもね。今日の服可愛いですよね。また動画出るのでお楽しみに。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくにゃん。エレベーター、エビチリ定食食べます。すげえ、すげえ、塔みたいな、切り刻まれてる。人参これ。どうやって飲むのかな。どっちもよ。食べ終わりました。帰ってます。美味しかったですね。美味しかった。見事にかぶせてくるね、メリさんの羊。パトカー近くにいるよって合図だよ。あー、メリさんの羊。今からお母さんのケーキを買って帰ろうと思います。とりあえずバイバイ。なんでこんな不格好なの。手作り
手作り感が否めない。これお店で買ったやつなのに包丁の切れ味が悪すぎて。そしてお母さん変なパン乗せてなんか怖い怖いし。食べたいって言ったよ。食べたいけど怖い。ないよりいいでしょ。そうだね。いただきます。いただきます。なんか動画を撮ってみたのはいいもののあんま喋ることない。歌ってくれないの。うん。ハッピーバースデー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアお母さん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。切れないんやけど。パンが切れない。ねえ。ねえ。もうかじっちゃう。来たね。来たね。もう映せれんわ、それはもう。うん、でもこのパン美味しい。メロンパンこれ。わかんない。うちは毎年、あれです。もうホールケーキとかじゃなくて、なんだろう、ロールケーキとか横長系だよね、うん、楽だし、うん、少ないし、お母さんはショートケーキだったけどね、うん、あと10年したらお父さん52歳、考えられ50代の親ってどうなったんやろ、どうなったんやろ、10年後って言ったら私ももう28歳味噌汁になる。ちょっとやめてよ、私が味噌汁になる。孫いるんでしょうね、孫いるんでしょうね。さあどうでしょう。あ、食べきっちゃった。ごちそうさま、バイバイ。というわけで私は今から一人で食べます。お母さんの誕生日終わってるはずなのに一人で食べる。というわけでごちそうさまでした。参りました。久しぶりにすごい外でご飯を食べたなっていう感じだし、めちゃくちゃ可愛いアクセサリーもつけて、実はこれ初めて外に着ていてお洋服で、なんかすごい楽しい一日でした。一日って言っても本当に数時間なんですけど。お母さんと二人でご飯食べるってこともなかなかないので、すごく幸せな時間でした。でも中華料理ってなかなか食べないよね。 お店で家でさ、麻婆豆腐食べるとかさ、冷やし中華食べる、エビチリ食べるとかはあるけどさ、本格的な中華料理食べることなかったから、めちゃくちゃ美味しかったし楽しかったです。今日つけてたアクセサリーどうでしたか。ちょくちょく映ってたと思うんですけども、めちゃくちゃ可愛くないですか。これつけてて本当に気分上がるし、ちょっとおしゃれしたいなって時にまたつけようかなって思いました。なんとちょっとしがじらしくなっちゃう、ごめん。私ショールンの動画を見てくださったファンの皆様に特別なクーポンを発行していただける、特別なクーポンを発行していただけることになりました。イエイ。クーポンコードはシホルンでございます。わかりやすいと思うので、ぜひ皆さんダニエル・ウェリントンさんでお買い物をするときはシホルンを使って購入してみてください。公式サイトや直営店でクーポンコードが使用できるので、ぜひ皆さんこちらお揃いにしましょう。ネックレスとピアスぐらいはいつも使ってたんだけど、なんかこういう腕につける系あんましたことなかったから、めちゃくちゃ嬉しいです。これからいっぱいつけようと思います。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。お母さんにとって素敵な誕生日になればいいなって思います。お誕生日おめでとう。自称23歳らしいです。バイバイ。